やっぱ結局ね、数字じゃなくて仕様かやから、そういうこと間違いない。なんか異常なヤンコレ率の高さ。ちょっとおしっこ行ってみよう。ちょっとシッシーって言います。やばい、バリオスかも限界や。実はバリオスを交代するって言ってもあるな、これ。前半次第やな、マジで。そう、これ振る舞わないよ、これ。だから分からん、ちょっと分からんけど、まあまあまあいい感じ。割とポスポスも後でしたな、ほんまに。あと開幕ぐらいガチで。サンチョもっと中でプレーさせたらライマの位置飽きそうけどね。まあだがしかし、そんなことはできない、無理だ。あれ、やばい、ヤンコレル多すぎてから、これがさっきのヤンコレルと別物か同じものかわからない。千と千尋のお父さんとお母さん当てるシミになっとる。このヤンコレルがさっきのやつか新参者かそうじゃないかわからない。助けてくれみんな、これどうなんだ、このヤンコレルは。この中に新しいヤンコレルいるかい、わかんねえ。これどう、ちょっとみんな確認してくれんか、これどう、これ山音コプロ、山本コプロ、スカッと見れたらいいんけどな。どうでした、コプロ。コプロやったっけ、さっきの試合。さっきの人、じゃあコプロちょっと一回抜けてや、コプロ。コプロ頼んま。これどうやって抜かせることができるのかな。よっしゃー、A 試合できたぞと思ったら、現在ディミナラ最高ディビオン。おお、見なきゃよかった。お、勝手に自分の視聴者はみんなディビ、俺自分の視聴者勝手に全員ディビワンかと思っとったわ。おお、じゃあディビワンだけにしてもらって、悪い。あ、じゃあこいつだけでしょ。岡岡から以降、これディビション見れるから、ディビワンだけにしてみよう。あれ、もしかして。俺、あれか、俺、ほんとにあれじゃん。な、強いチームとか、強豪校とかやるやつ、あの、なんか、本番前に弱いとこ戦って感覚身につけるみたいなことしかしてない。ディビワン経験者は、経験者はありやな。まあ、今のディビワンが理想。まあ、今のディビワンだけにするか。人数抑えし。最高ディビワンもあんまり理想。え、ディビワンおらんの、な。はぁ、おい、令和チャンネルキッズは俺、おい、違うだろ、俺は弱いけど俺以外は強いって CP9 じゃなかった。ダメな、全員バスターコールを指令することしかできんやつらばっかな。ゾウになる剣しか持ってない俺ら全員。頑張って4。まあでもそっか、今、今シーズン始まってから、まあ、ディビション戦あんま気合入らんもんな、今。じゃあ、格好ディビアンでいいや。割と最近リビア行ってましたみたいなやつで頼むわ。うん、俺たちみんなスパンダムだったんだ、全員で。みんなも思っとったやろ、俺は令和チャンネルキッズで大して強くないけど、多分令和チャンネルキッズの中には上手いやつがおるんやってことだよ。一人もおらん。一人もおらん。誰か人狼からだったら全員村人やった。多分俺以外の誰かが強いってことだったら全員雑魚やった、全員勝つやった俺ら。今3年間もカズやっとったらカズしか残らんだよな。最初の1年とかやったら、お、なんかまあ、騙し騙しできるけど、もう俺3年間ずっとカズやから、カズしか見てくれん。悲しい。俺頑張ろう。俺頑張ってディビション1のガチ勢にも見られるのチャンネルになれる。頑張ろう、俺。ありがとう。今日から肉便器という名前に変えてからイフトボールライフ送ってくれたわい。まあこの状態がいつまで持つかね。いや、いつまではもうちょっと思ってない。もちろん。この後死ぬことを想定に入れた上でこのあがきやから。そう。常にジード精神やから俺は。もうくたばるの分かった上ではっちゃける。これ大事ですね。え？世界4位がおるん？すげえ。マジで？世界4位やろうぜ。え、じゃあ一回ちょっとさ、乗っていくんね。世界4位どれ？じゃあ世界4位来るまでちょっと、部屋からの強く繰り返すわ。ちょっと一回世界4位入れて。マジで？ねえ、俺、令和チャンネルピンキリすぎるやろ。え、これ、世界4位？これ、グッサンこれ。あ、これ、グッサンさんか。え、グッサンさんこれ？
多分ヤンコレとか使ってないやろ、おそらく。これあの令和ちゃんに魂打った人間やから、あ、これちゃう、多分世界にはこんなんじゃない。追放して、え、でも可能性はあるな。え、どれどれどれ、グッサンの ID 教えてほしいわ。グッサンの ID さえ知ればこっちで勝手に判断してからポンポン消せるから。どれだ、これ違うな。まあもう間違いなく最高は1やもんな。バシバシ追放していこう。そうじゃないやつは、うん。なんでこんな来る。お前グッサンやって、グッサン世界4位でやらせてくれ。そんな機会ないよこっちは。なんでお前入ってくんな、お前らダメやろ。言いました、お、こいつか。あ、6歳、あ、違うな、世界4位やるはず。全然意味わからんレートのやつがおるってことやろ。意味わからんレートのやつが出てこうかな。おもろいでこれ。そのうち4位これじゃん。おお、こらーすげえ。スクショしよう。世界4位がおる。わけがわかる。一気に展開にズドーンって。急に大きい出てきたんやけど、クコクコクコとか言って、ちょっと戦おうぜ。おい、しろ、さお、世界4位とのさ、しろ。このレベルがゴロゴロおるってことやからな。バコーってなったら絶望感、あの地獄の闇の悪魔と会った時みたいな絶望感。一気に8人ぐらい一気に腕獅子もがれるみたいな。昔のゲームみたいな、歩きよったら急にレベル50出てくみたいな。やろうぜマジで。じゃあちょっとお勉強になります。なんか調子普通って分かったのに見ちゃうね。うわくっせぇ。くっせぇ、くっせぇ、くっせぇ、にょんとくっさ、え、ポリターノくっさ、インザギくっさ、バカ臭くない、くっせぇ、マジでこれは臭いわ、これは臭い。しようぜみんなで。俺インストブルド世界最強の剣を戦ってる俺。あいにくこれ以下の戦士は持ち合わせていないのでなとか言ってゴールキーパー出してくんじゃん。バカくせ、523か。今この陣形できんよな。序盤で保存したらよかったんや。よし、じゃあちょっとあんまり気にせずやっていこう。